つやさん、パチンコしたことありますか？ハマりましたか？全くハマりませんでした。高校生の時は当然やっちゃいけないんですけど、みんなやってたり、大学の時もやんなかったし、何が面白いのかさっぱりわかんないし、こないだ、パチスロとか、なんだろう、高田だっけな、昔、出た時、やり行ったけど、なんで面白いのかさっぱりわかんなかった。で、あれは、なんだっけな、スロットだったのかな。でパチンコがスロットとか1個ずつ入れんの、今でもそうか分かんないけど、あれクソめんどくせえなと思って。でパチンコの方は自動じゃん。でさ、買いでパチンコをやったらさ、当たっちゃってなんかバカンバカン出てきてでさ、なんか箱あんじゃん、箱3箱ぐらい溜まっちゃったんだ。でもさ、こっち時間ないから、もう帰りたくて、でも俺が3箱持って渋谷だっけな、パチンコ屋で、なんか、両替所みたい、交換所みたいなところ持ってったらなんか、恥ずかしくね？さ、隣にいた、パチンコやってたお姉ちゃんがいてさ、その人にこれあげますって言ったらびっくりしてた。3箱あげちゃったよ。だからさ、パチンコをやってる人っていくら儲かれば楽しいんだろうね。さ、俺、どう考えても時間の無駄にしか感じなかったんだけど。あざさん、カジノのバカラで最高いくら勝ちましたか？俺ね、負けのが多いんだ。通算で勝ってるって人、俺、一人知ってる。サイバーエージェント藤田。通算で勝ってるって言ったよ。そんな人いるんだと思って。頭いいからね、あいつ多分出たカード全部覚えてんじゃねえのかな。俺は最高に、あ、勝った方か。勝ったのは、でもあるよ。6000万ぐらい勝ったよ。でも負けた方が多いから、あんまやらないよ。カジノは勝負が早いから好きってか、バカラが早いんだよ。まあ、その代わり、取り返すのも早いけどね。前は話したっけな、あのね、これはマカオだったけど、マカオで夜中目が覚めて、暇じゃん。で、地下行きゃカジノがあるわけじゃん。地下っていうか1階か。つい行っちゃうでしょ。で、行って、飲んで、酒飲んでやってたから、次の日全く覚えてなかったんだけど、友達と一緒に行ったら、俺がバンバン張るもんだから、もう一人の友達と呼んだのよ。一緒に行ってた。で、そんで、負けが8000万ぐらいだったのね。で、そっから、ゼロに戻すのよ。むしろプラスに戻すの、8000万の負けから。それを次の日の朝、起きて、覚えてないって。記憶がない。え、そんなに負けてて、それ取り返したんだ、俺すげえなって思って。でも全然覚えてないの。酔っ払ってたから。危なくてやってらんないだから。